しゃー。じゃあさっき仕事が終わったので今回はウクレレを持って電車でアリさんへ行ってきます。イエイ。じゃあいいに着きました。明日の朝ここからバスでアリさんに向かいます。もう今日真っ暗なのでとりあえず今から安いホテル探して泊まります。もしホテルなかったらマクドナルドっていう世界展開してるドミトリーがあるんでそこ泊まろうかなと思ってます。おはようございます。今朝の5時24分バス停向かってます。眠たい。よし、ジャイ駅の前に着きました。今からバスを待ってそれからバスで2時間半ぐらいかけてアリさん行ってきます。よっしゃ、やっと着いたよ、アリさん。じゃあ今からちょっと冒険してきます。静かやし、空気もええし、気持ちええ。なぜかチケットが無料でした。おばあちゃんたちはね、中国語じゃなくて台湾語やから何言ってるかわからん。から1時間ぐらい歩いてアリさんのいっちゃん上まで行ってきます。
ある日森の中クマさんに出会った。花咲く森の道クマさんに出会った。やったぜ。よっしゃ、森を抜けました。クマさんには会いませんでした。もうちょっと上なんかな。こっちか。じゃあ多分こっちかな。行ってきます。よっしゃ、帰ってきました。帰りのバスがなかったからまた歩いて帰ってきた。雨がパラパラ、ほんで霧がすんごい、何も見えないぜ。とりあえずあっちの方行ってみます。
いつも動画見てくれて誠にシェシェ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それから Amazon Kindle で台湾移住ハンドブック海外に出ようを出版しました。詳しくは概要欄見てください。ほんでもしよかったらポチッと押してやってください。みんなコロナ気ぃつけてな。ほなまた。